です。私はフリーダイバーのウィリアム・トゥルブリッジです。フリーイマージョンとコンスタントウェイト・フィンなし競技でそれぞれ世界記録を持っています。私はサラ・キャンベルです。クンダリーニヨガのインストラクターでフリーダイビングの元世界チャンピオンです。非公式ですがコンスタントウェイト競技で水深104メートルという女子の世界記録を持っています。私は生物学者のファブリス・シュノーラーです。イルカやクジラの発生に関する研究プロジェクトデアウィンを創設しました。マッコウクジラとの出会い、それはまるで別の惑星の知的生命体と遭遇したかのような強烈な体験なのです。